ポカっていうのはすごく誤解されてる学部です。スポカは本当はすごかっていうところね。スポカよ。スポカはめちゃめちゃ就職強いですよ。8割プラスアルファぐらいあればまあ合格と見ていいと思います。いきなりとりあえず書いてみてこれどうですかみたいに持ってくる人いるんですよ。そんな小論文の勉強は点数上がりません。共通テストでいい点取るにはメンタルコントロールがとても大事なんだ。さあ、では始まりました。もちろんチャンネル。さあ、今回は。ピースの角度は45度。どうも、ヒラです。早稲田国塾代表のヒラです。よろしくお願いします。こんにちは。これ、ゆきり犬でしょそれ。あ、でも彼女30度だから。俺45度だから。あ、そうなんだ。二等辺三角形作れる角度ですね。うん、へぇじゃあ、そんな。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、進めて。あれ、ほら。いや、今回ですね、聞きたいのがですね、はい、坂上さんがさ、はい、早稲田スポカって見ました、見ましたよ。受験生版タイガーファンディングで言ってたんですけど、うん、スポカなんて、みたいな、ね、意見がいっぱい来てたんですけど、あ、スポカは本当はすごかっていうところね。すごかよ。見せてあげてください、ちょっと。見せることはできないんですけど、でもね、スポカっていうのは、すごく誤解されてる学部です。何やスポーツ科学部っていうのはと、うん、ね、なんかこんなの言っても将来スポーツ系の仕事にしかつけないんじゃないかとか思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、実は違います。ほいほい。スポーツ科学部で学ぶのはスポーツに関する事柄ではあるんですけれども、例えば運動生理学だったりとか、こうアスリートのメンタル大事じゃないですか、うん、心理学に関することだったりとか、はいはい、あとはそれこそ健康学的なこととか、はいはい、そういうこう多岐にわたるんですよ、分野っていうのは。スポーツ科学部を出た人の進路っていうのはどうなってるかっていうと、はいはい、スポーツ系の仕事に就く人はもちろんいらっしゃるんですよ、うん、いらっしゃるけどすごく少ないです。お、そうなんですね、うん、スポーツ系の仕事に就く人って2割ぐらいしかいないです、うん、へー、うん、でこれがまた就職先がすごく多岐にわたってて、日本の社会っていうのはやっぱまだまだ体育会系好きなんですよ。はいはいはい、そうね、うん、やっぱりガッツがあってちょっとのことじゃへこたれないみたいな若手ってやっぱり好まれるんですよね、うんうんうん、だから結構こうメーカーとか金融みたいな割ともう売り上げがすごく大事になってくる、こう営業成績で、はいはい、という上で、そういうところからはすごく重宝されるのが早稲田スポカの特徴としてあります。そうなんですね、うん、もちろんね、お医者さんになりたいから医学部行くっていうのは分かりますよ、うん、だけどじゃあ早稲田政治経済学部行った人が必ず政治家になるかと、そうじゃないじゃないですか。そうですね、早稲田法学部行った人が必ず法律関係の仕事に就くかと、そうでもないじゃないですか、うん、人間科学部行った人はじゃあ人間になるのか、そうでもないわけですよね。ベロベロベロかということと同じように、スポーツ科学部に行ったからといってスポーツ系の仕事にしか就かないってことじゃなくって、むしろいろんなところにこう就職してますよと。でしかもそれも結構レベルが高いところに行ってるんで、うん、だからそこはちょっと誤解しないでくれと。スポカはめちゃめちゃ就職強いですよ。マジで政経とか法学部と同じぐらい強いです。へえ、うん、でさらにこうスポカから官僚になる人とかもいますからね。お、そうなんですね、うん。じゃあですね、今回坂上さんがスポカを目指しますと、はい、まあ、おっしゃってたんですけれども、うん、やっぱスポカの合格法みたいなことをちょっとお話ししようかなと。おー、なるほど。まあ、これは僕は自分のところの動画でこうやっても話してるんですけれども、早稲田スポーツ科学部は共通テストが今必須です。はいはい、うん、まあ、これもご存知だと思うんですけれども、ね、A 国型もしくは A 数型で選ぶことになります、うん、で A 国型の場合は英語200点満点で、国語も200点満点で、これが換算されて200点満点になります。なるほど。 A 数型は英語200点満点が100点に換算されます。つまり50-50ですね。そういうことですね。リスニングで、数 1A が100点のままで使われます、うん、これで200点満点になりますよという形になりますね、うんうん、A 国型でいくのか A 数型でいくのかっていうことだと思うんですけれども、うんうん、結構 A 国型でいくか A 数型でいくかちょっと面白いですね A 国型でただ小論文もあるんですもんね、はい、これ忘れないように。小論文が2次であります。2月23日に50点満点で、うん、まあ、このスタイルになりますよということがまず最初の型の話ですね、うんうん、なんせ共通テスト200点満点で小論文が50点満点ですから、うんうん、もうこれねほぼほぼね共通テストで決まりますよ。ああ、そうですね。ここでなんですけど、共通テストに関してこれちょっと勇気を出して言い切ります。8割プラスアルファぐらいあればまあ合格と見ていいと思います。へー、うん、怖い怖い。僕はそう睨んでます、うん、で、なんでかっていうとスポーツ科学部を受けに来る連中の層を考えたら、うん、ちょっと合点がいくんですよ、うん、早稲田の政経や早稲田の法学部を、うん、東大や京大や一橋の滑り止めが受けに来るっていうのはこれなんとなくイメージ湧くじゃないですか、はいはい、そうですね。だけど早稲田スポカ果たして東大京大や医学部のようないわゆる9割取ってくる層がスポカに出願してるかっていうと、これ相当考えにくいじゃないですか。そうですね、うん、っていう風に考えると9割は必要ないかなというのが僕の見立てとしてあります。
まあ、ここから皆さんもちょっと気になるところだと思います、はい、スポカに限らない話になってきますね、うん、共通テストで8割までの人と9割取ってくる人っていう話をちょっとしたいと思うんですよね、はいはいはい、今回の8割までの人と9割取る人、一番違うものは何だと思いますか。上限と下限みたいなことですか。あの鬼滅の刃ね。共通テストを受ける上で大事なこととしてはメンタルが一番大きいんですよ。皆さんにお聞きしたい。共通テストで9割取れる人ってどういう人だと思いますか。どういう人が9割取るかっていうと、よし9割取るために俺は頑張るぞっていう人は9割取れないです。9割取る人のことを僕は、まあ、ちょっとこう投資の用語なんですけれども、はい、上から下にこう爪を振り下ろすような熊の様子に見立ててベア型と呼んでます、はいはい、うん、どういうことかっていうと9割取る人って9割取ろうと思って9割取ってないんですよ、うん、取ろうと思ったら満点取れますよみたいな感じでやってる人がうわちょっとミスっちゃったみたいなことになって、うん、結果的に9割に落ち着いたりとか。なるほど、うん、8割を取る人ってのことを僕は投資用語でブル型って言い方をするんですよね。牛が下から角をグッてね、ああ押し上げるようなこうイメージで、このブル型っていうのはどういう人かっていうと、さっき言ったようにブルチブルチじゃねえよ、ブルゾンチブルゾンチ。この人たちがあんまり9割を狙いすぎると何が起きるか。9割取るために俺は一問も間違えちゃいけないみたいなスタンスで臨むので、狙いすぎてあ9割取りやがったはずが8割も取れなくて7割ちょっとぐらいに落ち着いちゃったみたいなことになっちゃうんです。ブル型の人はあんまり9割狙いすぎない方がいいんですよね、逆に言うと。だから共通テストでいい点叩き出すためには結論から言うと、満点取ろうと思ったら取れるよっていう人はもう本当にもう満点狙っちゃっていいんですよ。逆に自分はどう考えてもブル型だなっていう人はあんまり9割狙いすぎない方が逆に多少のミスにとらわれすぎなくて済むので、80数パーセントとかね、あわよくば9割取れちゃったりすることもあるんですよ。つまり共通テストでいい点取るにはメンタルコントロールがとても大事なんだということを覚えておいてください。坂上さんのじゃあ現状を考えた時にどう考えても満点余裕で本番取れるコンディションに上がるかというとそれはちょっと考えにくいんですよ。だから8割超えたらいいやぐらいのある程度肩の力が抜けた楽な気持ちで目指させてあげるのが大事かなというふうに思います。小論文なんですけれども、はい、スポカの小論文、まあ大学受験の小論文のボリュームや難易度でいうと結構一般的です、はいはい、僕は4段階ぐらいで小論文というものを評価するんですけれども、はいはい、まずすごくよくできている小論文、うん、してまあ普通かなっていう小論文、ちょっとイマイチかなっていう小論文、全然ダメな小論文、はい、この4段階ぐらいで僕は評価するんですけれども、まあ基本4でしょうねみんな、ね、まあそうですね。この一番上の評価っていうものを指導者とか、まあ、添削してもらう人に評価を叩き出してもらえるぐらいの小論文を作れるようになるってことがポイントです。そのくらいで考えていてくださいってことですね。まあ幅広くやった時に、うん、おーまあまあなかなかいけてんじゃんっていうことね、うん、それぐらいです。もう土台これが何点ですかみたいな評価は出しようがないので、うん、あんまりそこにとらわれなくていいと思います、うん、まあ重英作文と似てますね。おーなかなか書けてんじゃん。そうすごいですからね。ほとんどはもうゴミじゃんっていう、うん、あそうですね。小論文はね本当にちゃんと練習しとかないと、結構俺なんかもスポカ志望の人なんかの小論文は見てきてるけど、うん、国語力結構あるようなやつでも小論文の練習は小論文の練習としてちゃんとやっとかないと、うん、結構ちぐはぐなもの持ってくるんですよね。そうですね、うん、じゃあ小論の勉強の仕方なんですけども、はい、これどうしたらいいかっていうと、皆さん小論文はねカラオケと一緒です。うん、今じゃあ空いてないってことですか。違いますよ。そういうことじゃないです。大宣言中は、うん、要はカラオケって皆さんどうやって練習しますか。どうやって練習するか、うん、森田先生も歌好きじゃないですか。聞いて真似るってことですか。そうまさにそうなんです、はい、要は小論文を書けない人ってなんで書けないかっていうと、何したらいいかっていうのが分かんないんですよ、うん、早稲田スポカだったらテーマ型ですよね。お題が与えられて選じない、それに近しい小論文の問題や回答っていうものを大量によく見てほしい。でこの問題に対してこの回答のいい回答たるゆえんっていうのをよく研究してほしいんですよね。カラオケだってそうなんですよ、うん、何回もさプロの歌手の人の歌い方を聞いて、じゃあこんな風に歌うんだっていうことね、こんな感じなんだっていうねポイントを掴んでいくわけですよね。で自分でも歌ってみて練習する、小論文だって自分で書いてみて練習するわけですよ。まさにこれってカラオケなんですよね。あこのぐらいの小論文を書けたったら合格答案
なんだな、いい答案なんだなっていうところを身につけたら、あとはもう添削です。こんな感じかなっていうのを自分で精一杯やってみて、で指導者に見てもらうと。なるほど。結構ねスタイルが全然ない、どのぐらいの小論文がいいのかも分かってないのに、いきなりとりあえず書いてみてこれどうですかみたいに持ってくる人いるんですよ、うん、そんな小論文の勉強は点数上がりません。自由作文もそうです。じゃあまずは自分でちゃんと勉強してから。そう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 。なるほど。そうなんです。スポカだからといって小論文の勉強をすっぽかしちゃいけないと、うん、いけないということです。坂上さんなんですけど、小論文これねまたちょっと対策のね戦略なんですけど、うん、実は入試スタイルが変更になってから早稲田スポカの入試って、うん、早稲田入試の日程の中のラストになったんですよ。はいはいはい。2月23日なんですね、うんうんうん、つまり1月まあ上旬から中旬にかけて共通テストが終わってから結構まだ時間があるんですよ、うんうんうん、なるほどね。だから小論文の添削みたいなのは共通テスト終わってからやっても全然間に合います。へー、うん、12月になったらもう共通テスト対策が忙しいので、うん、まあ、11月いっぱいぐらいまでは小論文書くための土台作りみたいなことを丁寧にやってあげるのが僕はおすすめかなと思います、うん、で最後に僕がまあ皆さんに伝えたいのは、こっからの時期は共通テスト模試は大事です。記述模試どうでもいいけど、共通テスト模試で結果を出してほしい。8割以上。なんでかっていうと、これね、共通テスト模試で結果を出せたら、これ勝ち癖がついてくるんですよ。で、勝ち癖が出てくると自信になってくるんですよ。で、結局、さっき言ったように、試験本番である程度自分の肩の力を抜いて解かせてくれるものって何かっていうと、自信なんですよね。共通テスト試験本番の日にね、もうこの1日に全てをかけてみたいな、もう煉獄さんの最後の必殺技みたいな感じでやると外すんですよ。ね、そうなるほどね。あ、過信はダメですからね。そうそう、多分自信は重要だから、うん、ボケてないからね今。あ、なんか何のボケかな。いや、何のダジャレかな。うちの家臣が言ってますから、はい。ということで、家臣なんだ俺。はい、ここは良かったじゃないでしょうか。はい、ひたさんにスポカの魅力にもねちょっと聞きました、うん、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.